風エブリー。おはようございます、ソロバチステーションのジャンジャンです。はい、本日急遽ですね撮影させていただくことになりまして、うちに来ました彼岸のアリア最新作です。で、昨日寝台で入って、僕プライベートでうちに行って当たってウェーイってツイッターあげたんですけど、そしたらフォロワーさんのリプで早く動画見たいですって声たくさんいただきまして、で今現状演出の信頼度ほぼ出てない状態で、僕個人的にはちょっと勉強してできてから打とうかなとかちょっと考えてたんですけど、声たくさんいただいて演出だけでもと思って、あと昨日僕の歌体感でのお話にはなると思うんですけど、それでお話ちょっとできるかなと思ったので、今日急遽ご協力いただきまして今日撮影させていただきます。でご協力いただきました店舗さんが123プラス N の篠宮店さんにお邪魔しております。でご協力いただいたんですけども、まだ抽選を受けてない状態なので、取れなかったらこの動画を流れてない形になります。アリアのね面白いところは多分これもうね、楽器欲しいから本当マジであれを伝えられたら嬉しいなと思います。スペックに関しても変則スペックでうまく説明できるかちょっと不安な部分はあるんですけど、頑張って説明しますので、皆さんがこれから打つと思うので、その少しでも参考になればいいなと思います。というわけで取れると信じて123プラス N 篠宮店さんで寝台アリアでんかタイムリー、風投げちゃいます。叩かれるかなこれでバット作らないでくださいね。行ってきます。まずお願いします。ありがとうございます。よっしゃ、アリアあった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 、これかな。え、全然選べた。アリアでありがてっていうか、あれはうちに来たんですけどねよし、あー楽しみ。風エブリー。はい、それでは行きたいと思います。寝台 P 被弾のアリア被弾覚醒編、よし行こう。頼むアリア、昨日打って面白かった。スペックがね結構複雑なので絶対噛むと思うんで、説明要項書いてきました読みますね。スペックが199分の1の一種二種混合機です。でトータル継続率 80% です。まず199の当たりを引きます。で振り分けの2分1で時短100のアサルトクエストにぶち込みます。でここのアサルトクエスト継続率は 75% になってます。はい、次やること、そのアサルトクエスト中に大当たりの4分の1でライトニングバレットチャンスというものを突入します。でここと突破率 40% なんですけど、これが今流行りのアイマスと同じようにスルーダーって通して電柱解放を目指すというものになってます。でこれを取れたら本気の一番面白いところ、 V アタックストックタイム VAST に入ります。ここ大当たりを最大4つまでストックできるところです。ここがどれだけ継続させられるかが大量出玉の鍵になってきます。でここの継続率 87% でアサルトクエストの ST 継続率 75% と今の VAST の 87% 合算の継続率が約 80% って形になってます。で時短50回の悪い方を引いてしまうと、あ、まあ199分の1で50ならいけるじゃんと思うと思うんですけど、これ特殊で73分の1を引いたうちの3分の1が V に入れられることができるんで、単純に50時短で引けばいいって話じゃなくなるのでここ注意ですね。はい、次注目演出なんですけど、まあ、被弾覚醒編というだけあって被弾覚醒が肝です。もうこれがないと正直きついなと思ったのが昨日の打った印象です。あと燃えカットイン金文字が絡むので分かりやすいです。とこれアリアナガバメント、これが大活躍、これで赤ホールに変わったりといろんなところで活躍してくれます。で歴代おなじみヒステリアモードトータル 33% で最低でもアゴニズランダの赤が欲しいですね。で今の解析見ても色変化のやつ別に死ねとか書いてるわけじゃなくて、デフォルト赤金の場合トータルして書いてるのでえげつなく死ねとか低く見えるんですけど、後々解析できたらちゃんと金の時何パーとか出ると思います。今赤でしたね。でここでいろんなアイコンストックしてくれます。あ、で圧取ったの。でこれヒロインストックなんですけど、
これがストックするたびに演出を変えてくれます。でアリアストックが鍵ですね。でこれで成功すればヒステリアモード。ヒステリアモードはいるよ。おお入った入った入った。君の気持ち受け取ったよ。で変えてくれ。あ緑は弱い。ヒステリアモード行くぞ。でこれで色をまず変えてきます。乗るまでこれ弱いです。体感ですけど 15% ぐらい。はい、これ赤ボタンがあるんですよね。あ、レキいいよ。タイトル書いてくれる。アリアが欲しい。アリアがストックできればこのガバメント使えます。はい、誰誰誰。アリアアリアアリア、オッケー。ガバメント、でもチャンスなんですけどまだ安心できないですね。ノルマーレなんで。ベルゼがいるんだよな。タイトル大事だよ。お願いします。おー萌えカットインだ。萌えカットイン体感 50% ですね。何やる。チャンス。でもまだ歴残ってるから多分この歴は色を変えてくれるんで、おそらく最後のカットインを緑から赤に変えるか、デンジャーに変えるか、木に変えるかですね。さあどうでしょう。保留緑は怖すぎるけど、紫でも弱くて赤でも体感 30% です。金がいい。赤でしょう。これどうかな。覚醒入ってなかったら危なかったんですよね。萌えカットインは入りました。お、お、おとっと、どうしてそんなできないことを言うの。おとっと今多分これ珍しいパターンだと思う。王道ルートは覚醒を経由するんですけど、マジか。もうここで2分1とかがダメなの。37かまって37、頼む。これは悪い方です。でも当たりましたね。燃えかっといいの良かったのかな。ありがとうございます。耳打ちしなさい。ここ通すまではあの大当たり始まるなんで、ここトイレタイム OK ですね。いい曲。では行きましょう。アリア可愛い。アサルトクエスト同じですけど、リロードっていう名前がついたらこれ実は50ですね。37かまなかったらこっち行きます。もう赤待ち。ダメですか、ダメですか。次はちゃんと100の方に行きます。まあでも朝一当たってよかった。あ、じゃあすいません、画角がちょっと見にくいかと思うんですけど、すいません、液晶がね手前と奥にある関係でちょっと見にくいところが多々あるかと思いますが、ご愛嬌でお願いします。あとね、僕がでかい場合はちょっと痩せようと思いますんで、すいません。で、まあ、今日の目標なんですけど、とにかく一番いい VAST に入れることですね。で、そこの連チャン力とか速さとかそういうところを見せできることがちょっと目標に今日頑張ろうと思います。あとこれ、これのね気持ちよさを伝われば僕はもうそれで満足です。早く覚醒しないかな。早く引きたいな。これ2枚目いきます。財布に風穴開けられませんように。で昨日もう寝台初日、本当の初日だったんですけどね、久しぶりにいろんな人と中台取り合いましたもん。まあ、最近の台は意外とすんなりしないでも、あ、座れるっていうことが多かったんですけど、昨日僕11番で5台通りのアリアをギリギリラスト位置で取れたって感じだったんで、やっぱコンテンツ的にね、やっぱ期待してる人が多かったんでしょうね。まあ、人気だもんな。僕の友達もアニメ自体好きな人が多くて、楽しみなんだよねって言ってましたもん。え、アニメ見たんすか。面白かったっすか。まあ、ブラブラした。なかなかないですよね、アニメ見て感想を聞いてムラムラしたっていう人。僕の中のムラムラアニメ赤霊なんですけど、毎回エロい。まあ、現時点のジャンマチ演出はガバブルとここの
カウンターが出現。早いうちでのヒロインズストック3人かな。ここら辺が揃ってきたらおーってなりますね。おお、来た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 。ガバブル。このメーターがマックスになったら避難覚醒ですね。ただこのガバブルだけだと後半って濃厚ではないんですよ。まだこれ単体だけだとそこまでなんですけど、今ロゴの落下もあったんでちょっとこれは期待できると思います、ね、いや楽しみ。どれ取る？ブテアランクアタックからの保留。赤で、あ、紫ね。あ、68、これマックスじゃないと見ないよ。久しぶりにマックできてきた。3つとも1個、C、 うー、 C。 いやー、覚醒100までいかないかな。マックス、あ、惜しい、覚醒しなかった。ブラストミッションはこれ覚醒キングのリーチではないですね。これバトル系で一番下です。なんか全員出て熱そうに見えるんですけど、これが一番下です。お願い。 あー緑だ。回れ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 、回ってくれ。あ、回らない。もう緑カットイート紫保留の最強コンビやめてよ。弾圧ポイント出だしは抑えたんですけどね、支持下がりだ。まあ、昨日打って、まあ、いいところもたくさん面白いところ分かったんですけど、ちょっと残念だったなと思うのが演出バランスが今風というか、せっかくあの紫保留がちょっと強めにしようっていう流れの中でやっぱがっかり保留のままになってるところとか、てんこ盛りで最後緑カットインでダメとか、まあ、そういう最後なんか1個傷があったらちょっとすごく不安になるところがちょっと残念かなってところですかね。まあでもガバメントとか気持ちいいところがたくさんあるんで、まあ、そこを加味すればまあいいんですけど、あとライトミドルで打ち合わせっていうのに加えて、まあ、VAST に行っちゃえばミドル並みの破壊力があるので低投手でも大量出ればにつながりやすい、そのスタートラインに立てるっていうのはとてもいい点だと思います。行くかな。まだ見たことないこれ。カウントダウン。お、行った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 。あ、これか。なんだ、熱いやつかと思った。今これゲーム数がほぼ400なんで、でアサルトクエストまで150ってことは、あのこれ499回転消化で U タイムなんですけど、これ一子二子っていつもあの無視してよかったじゃないですか。別に引かなくてもよかったんですけど、アリアの場合は引かなきゃダメですね。だからもしあのアサルトクエスト100回の方だったら、あのデータカウンター上は600で U タイムってことになりますね。では3枚目いきたいと思います。まあ、もうちょっと打ったらもう発動すると思うんで、 U タイム3回転前まで時飛ばし。3、2、1、0。よかった、無事到達しました。アーサルトクエスト覚醒編。さあ右打ちで、よかった。これで当たってもう時短100いけますね。お、てめえ投入。 OKOKOK よ。お、お待たせし。でもこれ緑でも行かないこともあるんですよ。あ、行きましたね。ヒステリアアラート。ピンク保留。ピンクで 50% です。行きましょう。 OK。 でこれで時短100の方行けると。
こっからでもあんのかな、バレットジャンス行くこと。ここ通したらあのハイパーかどうかが分かります。行きます。あー、これ3ですね。カレットボーナス、とりあえず7500発出したらプラスだな。なんとしてもね、4分1取りたいですよね、まずね。バレットチャンス、僕はランダム全員行こうかな。誰が来るか分かんない。頑張りましょう。ゲーム性を選んでください。僕はバランスが面白かったかな昨日。萌えだと今のヒステリアラート系になって、バトルだと今まで通りのバトルになります。点滅からスタートするんじゃなくて、他にもいきなり通常保留から変わったりもするんで面白いです。ハート保留が大当たりの合計の絶対最強かな。70%あります。あ、全員来たらまずいぞ。全員来たらまずいぞ。あー、一人よりは全員なんだよ。で、残り30しかないけど大丈夫だよね。オーケー、バーサス来た。バーサス来た。なんか保留が渋滞してますね。バーサスで 40% です。弱いのがいいな。誰、あー、ヒールだった。あー、でもこの赤エフェクト大事です。あれ 80% オーバーですね。先制取っても大谷、まあ、ここ出てこっちで、この後金樹が来て、お、あれもう一回ついじゃない。お、これ初めて見た。あー、金だもん。キス来たらもう大丈夫ですね。かっこいい、助かった。ヒステリアモードはあのアサルトクエスト中は大谷の子です。 OK、 ハイパー、とりあえずハイパー、やっと勝ってきた。で、これでホールドが来たら、ホールドが来れば、あ、ホールドしない。今のでホールドだったらバレードチャンスいきます。スルーするかと思った。さあ行きましょう。あー、ハルトクエスト。お、いいよ、ガバメ、これやりたい、いや、それやりたい、それやりたい、超やりたい。いけ、こっちは熱いべ。あー、緑チャンス発動中、回れ回れ回れ。お、オッケー、これ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 、ありがとうございます。今のデフォルトのままだったらまずかった。オッケー、まずマックスね。オッケー、ハイパーホールド。ダメだ、これマックスの時しかあのホールドの煽りしないから、もしかしたら10ラウンドの2分したのかな。行きましょう。あ、3回行った。おー、萌えかといじゃん。リコのこと好きにして。萌えかとや、大当たりの子先制するんじゃないかな。 OK、 これでもう大丈夫ですね。当たるときボリボリできますね。ハイパーいい、振り分かってるよ。そろそろ、そしたらさ、ホールドしてもいいんじゃない。なんでそこ取れないんだろう、なんでなんすかね。いいですね、でも SD 出したら順調ですね。アサルトクエスト、おー、もうもらったべ。 80% オーバー、赤だし。あー、来た来た来た、もう勝手に。そろそろやりたいぞ、バレット。あ、そもそもスカレットだった。さあ、アリア、捕まえるわ、追跡します。逃がさんぞ、待て待て。
とりあえず先輩、あの最終回転で先発っても大勢濃厚ではないです。もうじゃあ抜いてくれ、イネミピークだったから一応チャンス頼む。打ってこなかったもんな。最終回転先輩で外すとずるいよ。必ず先輩するわけじゃないのね。まあ5連で4792に振り上げ勝てば上出来だと思います。あとね、入れられなかったんで、なんとか次は当てて V 取ろうと思います。というわけで一回ご飯食べます。あの僕はご飯食べたら出るんでご飯行ってきます。風邪ぶりー確率部分は早くね。もう200回しちゃったよ。お、全員集合保育。通常時温泉モードどうなんだ。これそこそこじゃないかな。はい。いいこといいことしよう。見せてるんだかな。はい。これ 12% です。ボタン赤とか出ないかな。あ、デフォルトだ。100までいっちゃえ。もうちょい、はい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 、あと1、あー。それではモンスターは飲まれたので現金として戻ります。はあ、つら。これあと6回転でまだ U タイムで俺来るじゃん。もうなんか恥ずかしいよ。まあね、500U タイムはまあいいですけどね。まあ1経験なんかハマるし。はい、150です。もうこれ待ちきった方がいいんじゃないかな。こっからマグロか。4まみれだからが勝負よ、パチンコは。はい、行きましょう。なぜこんなうまいんだろう。 U タイム入れるだけ。さあ、まくりますよ。相当して3万6000です。はい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 、しっかり。あ、こっ、オーケーオーケー。落下はチャンス。風穴開けましょう。はいよ。あ、やっとやっとできた、やっとできた。これまでガバメントの方だったら大当たりの行うじゃないですかね。ここさあ取ると4分の1。 OKOK。 あ、いい風。ホールドで、ホールドで。あー、ダメだ。何回取れてないんだって話だな。パレットチャンスをまず取りたい。びっくり2個、めっちゃ驚いてる。あ、チャンスヘンド。ヒルダは星3なんですよね。なんか当たったような音するけど違うんですよね。タイトル赤じゃない。先生してくれ、先生。あー、強い。さあ振ってこい、強パターンで。あー、これきついな。こっちじゃないもんね。頑張ってくんなきゃ当たんないじゃん。あの弱パターンの場合はボタンが回るかガバメントかどっちかだと思います。よりゃ割れろ。補正なの、これ。これで補正出たんだ。超楽しいんだけど。あ、ダメだ、超楽しい、これダメだ。ほんと、ほんとマジダメ。マジマジ、ほんとやめて。冗談って言って。 U タイムの意味。はい、ちょっと今抜けちゃったんですけど、せっかくあの寝台打ててて、この台の一番の見せ所までお見せできてないので、ちょっともう一回頑張ろうと思います。出ればね、夢があることだけは知ってるんで。てか周りも夢があるやつがねいるんで、この台の可能性を信じて頑張ろうと思います。
必須で。おいっと、いっちゃえばこっちの文句あるでしょ。どれだけ上がるかですね。ベネゼ飛んだらあるぞ。赤ボタン OK、 赤だからこれは上位に上がる可能性、アゴニザンテ OK、 赤ボタン来い頼む。あー紫か。でも赤だったらなんとかなんないかな、ワンチャンタイトルデンジャーとか出れば。覚醒、これ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 がいった、いきましょう。よっしゃ赤で OK、 とりあえずこの保留変化は画面時計は僕 50% だと思ってます。リーチは弱いけど保留で戦えるかもしれないですね。はい、ここここだよ問題。デンジャー来い、緑赤、はい、緑じゃなかったらワンチャンないですよね。回れ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 頼む。うおいおい、復活ないかな。に長くな、あメニューじゃないメニュー悔しすぎるんですいません。5枚目出るよ。今日は自分でね信頼を取りに来て、お店さんにもねわざわざご協力いただいてるんで、低いには引けないですよね。最後いいとこ見せてまくって帰ります。それで OK。 何枚目でしたっけ、6枚目。逆に優待までここまでうまくはめる僕のことを褒めてほしい。でこれ3回目いったら199を1500はめてるから相当ですよね。待って、ラッキーエアきた。これラッキーエアの場合って取ってるんじゃないのかな。50歩見れますね、ヒスって連打で当たるとこ。ああ、ここチャンスアップないんだ。ラッキーや来た。これどっちか気になりますよね、リブイス取ってんのか。さあどっちだ。こうやって急に当たるんだよな、イケメンだな。さあ取ってますように、ラッキーエアは取っててほしいな。取ってるよね、リブイチラッキーだもんね。せーの、よっしゃー、話が早い。やりますか、やれなかったこと全部やりましょう。まだまくれる、行きましょう。お、赤赤、あ、終わった終わった終わった、あ、もう大丈夫でしょ、これは圧だってゾーン入ってるもんね。あ、もう完璧完璧、ここで先制するんじゃないかな。あ、しないんだ。はいはいはい、ドーン。あれ、いやでもこんだけ、いやでも今勝手に入ったし大丈夫です。 OK、 当たってれば大丈夫よ。こっからもう逃げてるくらいするぞ。ハイパー、あ、違った。なんだ救急、映像での説明がアサルトクエストに入れる以降進んでないんですよ。ワクワクしたいの。おー、怖くちゃう怖くちゃう。
赤あるじゃん。もうこれはもらったっしょ。はい、はい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 、おい、さすがにね。さあ頼むぞ。はいよ、ハイパー。何、あ、待って、これホールドあんの。ホールド、ホールドした。こっちでもあるんだ。はい、これが4分の1で突入するライトニングバレットチャンス。あの電柱通しておそらくですけど V を取れれば OK ですね。とりあえず右打ちしてればいいです。まあ、ここでずっと抽選してるんでどういう仕組みか詳しくは分かんないんですけど、まあ、右打ちしてればいいって話です。で最後ボタンを押して V 取れれば V アタックストックタイム、本気最強のとこに飛べます。で上のあのカウンター上がってってるんで、もともと持ってた時短分を先に見せてるのかどうなんでしょうね。さあ紫、頼む頼む頼む。おーしよしよ、いいよ、赤までいったよ。 でもこれで鎖3本赤でボタンも赤になれば OK だと思う。これはいけたんじゃない。なんならレインボーまでいってほしいんですけど。さあ頼むぞ風穴。おい、でもこれギリギリまで打ってた方がいい気がするな。横の方これで途中からあのラウンド中に V が出てきたりしてたんで、ハイパーだったってこと。あ、ハイパーだったんだ。行きましょう。あ、風穴折り。お、やった。ピンクだ。当たっちゃう？あ、いいよ。次50パー、50パー、50パー。で、3点外れるじゃないですか。あ、じゃあ全員じゃん、これ。大当たり。あ、見れましたね。やった。全員バージョンは大当たりって読んだと、読んだぞ、これ。すげえ豪華。はい、いいっすね。さあ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 、もう一回やろう。はい、4分の1。はい、4分の1。はい、 OK、 ハイパーナイス。ホールド。よし、なんか取れなかった分まとめてきてんじゃないか。頼むよマジで。でこのタイマーが赤とかのチャンスアップもあるみたいで、あ、待って、ラッキーエアチーム出てるよ。でも相当熱いと思うんだよな。あ、揃った今。あ、揃った今。今数字揃いましたよね。きたー、風来た。取った一日がかり入れました。 VST こっからっすね。マジ助かる。 V アタックストックタイムありがとうございます。いや、これなんかまくりの兆しがちょっと見えましたわ。おお、びっくりする。もう一個当たってこと。あ、そういうことか。バトルラッシュ。バトルとヒロインあるんですけど、バトルでいくか。その調子だ。さあここからずっと右打ちしてて V を加点できます。でここで当たれば V ストックするし、ダメでも大当たり放出して
防げないやつでもう一回あのライトニングと同じことができます。これ 1,2,3,4,5 手いるんですけど、5人目までいけてバトルいけたら V 濃厚です。お、3人空いた。多ければ多いほどチャンスですね。でこれでバトルラッシュに行けたら、あ、チャンス、行きます。はい、どっかで勝てばいいでしょう。ここ赤あります。はい、これ赤系のチャンスアップが思ってる以上に弱いらしくて 25% ぐらいで、フォースバトルから赤が熱くなります。頼む、ダメ。なんかバトルに行っただけだったら弱いみたいですね。あーマジか。で、放出、1個使っちゃった。いきます。涼しい。次ヒロインで行ってみるかな。キャラアリアにしてみよう。確かアリアは風が吹いてスカートが暴れてるほどチャンスだった気がします。いよいよ行きましょう。ラッキーエア発生で V、 液晶内の風が強くなるとチャンス欲しいですね。だからスカートの波形に注目ですね。なんかすごいシュールないですよね。なんかすいません。あ、揃った。え、揃わなかった今。あ、風いいよね。風、あ、来た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 。あー、よかった。エクストラタイム追加されましたね。あ、いいよ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 。ニュージフラッシュ取れ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 。あ、いいよ、風来た風来た。こっちもえ、現実高い風吹いてないんですけど。あ、来た来た、揃った。はい、どうぞ。風の準備大丈夫です。あー、これ気持ちいい。これ超気持ちいい。まだまだ行こうよ。あ、終わっちゃう。本質まであんの。1 V よいしょ。これ3ラウンドかな。疲れたボーナス。これ楽しい。これ風吹くのでもこれ楽しいの僕だけになっちゃうのかな。あ、何これ、ブラックアウトしたけど。火山の、え、5000、え、どういうことどういうこと。限界突破。何これ、なんかインフィニティになってるんですけど。保留連ってこと。5000個ゲット。さあ行きましょう。で限界突破なんだよ、ね、ごめんなさい、限界突破の意味がいまいちまだ掴めてないです。これ図柄見てない方が楽しいのかな、どうなんですかね。あ、なんか来た。誰もまだストックしてないけど。あ、行った。参戦レインボーになってるけど。ココちゃん強攻撃取ったかな。多分レイ、見間違いじゃなければレインボーだったんで。バーサスココは大当たりの奥を除いてたのが一番熱かったはず。はい、よっしゃ。これで V コゲット。うん、あいつハイパーだ。頑張ったかありましたわ。楽しい。これ多分理解したらもっと楽しいんだと思う。ちょっとなんか面白いのはこっちかな。
順々に攻略していきましょう。次白雪一発告知通った瞬間に吸引かな。一発告知だから最後ストック持ってるから限界突破って表示なのかな。あのアイドルマスター好きな人は好きかもですね。あ、いいよいいよ。なるほどなるほどね、なるほどね。いいよいいよいいよ。これ当たったんじゃない。 赤枠ですね。もう発症してるじゃん。最強にやばい状態じゃない。これ外したか。なんだなんだ、どうやって当たったのこれ。面白いじゃん。よいしょ、よし10ラウンド。涼しい。今揃いました。水柄ここも抽選してんのかな。ほら見間違いじゃなかった。ありましたありました。3つ持ってる。はい、7点目1個ゲット。もうちょいもうちょい。よいしょ、おし振り分け勝ってますね。どんな、おい、いただきます。おいし、よっしゃ、まんまつこいだ。あ、来た、はい。あ、なるほど。4、3、あ、1個揃った。7揃った。もう1個あります。はい、V スタック前かけます。 M 星を決めるのよ。でも面白かったのはありやだな。おーし、赤赤赤赤赤、ワークフラの赤は大丈夫でしょう。はい、風待ってます。あーいい、よい、グラウンド。あ、やった。これ終わるんですかね。永遠に終わらなそうですよね。おっと、当たった。終わらんってこれ。はーい、私服の時。よっしゃい、よいしょ。アリアで、はい、2万発達成いたしました。いや、これは出るわ。このアリアは風だけと思いきや、ここのね、バラの点滅、他のモードもそうですけど、固有のだけじゃないところがね、ちょっと面白いですね。ふい、いきますと、どっちだどっちだ、風吹け風吹け、光ってくれてもいい。いいよ、頼む、当たってくれ。あー、ダメか。3、2、1、 V、 はい、しかも3か。間に合ってた、間に合ってた、ラッキー。59回転目で撮ってましたね。暑いですね。ヒロインの方で20連したんで、こっちでも20連しましょう。皆さんも多分楽しんでいただけるのはこっちかな。てかさ、
ガバメント付きでしたね。これ行ったら暑いよ多分。え、だってガバメント付きだったよほら。駅安早っ。いよいよ。あーやばい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 。エクストラはやば。ついに終わるか。ハンダス。あーダメだ、終わりました、完全終わりましたわ。アサルトクエスト言うて、ここまだ 75% ありますから、ここでもう一回10ラウンド当てて2分1で戻せば今と同じことできるんで、終わったわけじゃないっていうのがすごいですよね。しっかりついてください。おいおい、これはいいんじゃない。シンプルボードで保留変わるのどうなの。ピンクになったし 50%。これは期待したいですけど。頼むよ。普通に行っても 50% だよ。おー、ハイパー OK。 ホールド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 しない。これででも手取り2万も使います。これは外すわけにはいきません。僕は久しぶりにトータルこの数字を見ました。2万5000発。バトルパートナーを選びなさい。じゃあ 2,3 時間前はこうなると思わなかったな。ここまで来れると思わなかったです。しかも1ゲームでするかな。もしかしてチャンス変動とは書いてましたが、さすがにそれはうまくいかないか。おっとっとー、そんなに熱くはないんですけどね、本当は。あー終わってしまった。いやでも十分十分、29連の 27,552 個、1日がかりで。これは頑張ってよかったです。これをやるためにみんなはアリア打ってるんですねってのが分かりました。感無量です。最高でした。風邪ぶりお疲れ様でした。実践終了です。いや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 、激闘すぎましたね。激闘すぎてちょっと顔多分3歳ぐらい老けてると思います。いやーせだ。でも苦労の末につかみ取った VAST にはとてもとても価値がありましたね。終始ですが投資1万3000発もう笑いなんですけど、回収が2万3800個と、あ、万発プラスだ。はい、でまず通常時ですね、あの感想なんですけど、まあ、正直199が当たらなさすぎて、ちょっとまず当たりが遠くてきつかったっていうので U タイム3発入れちゃった、2発か入れちゃったんですけど、まあ、そこがちょっと当たりが遠くてきつかったかなっていうのがまずありますね。で個人的にちょっと左の覚醒がね痛かったんですけど、それができずちょっとそれは申し訳なかったです。僕のツイッターの方にあの自分でプライベート出した動画載っけてるので、そっちでちょっと見てみてください。はい、でなんといっても右打ちなんですよ。もうここはね右打ちにね全振りしてるような台ですね。気持ちよすぎる。特にアリアのあのヒロインモードのエアーはぜひ味わっていただきたいと思います。まあね、多く語ってもしょうがないと思うので、ぜひこれはホールに行って皆さんでちょっと体験してほしいなと思います。ちょっとねいろいろあの謝りたいことがたくさん ありまして、まず一つ目としてあのシステムについて詳しくあの
分かってなかったところもあって、いろいろ間違ってることもお話ししちゃってるのかなと思うので、解析ってなったらしっかりと改めてですね、勉強した上で動画とかツイッターでそういう情報を出していこうと思いますので、ちょっともうちょっとだけちょっとお待ちください。すいませんでした。あと、まあ、カメラの位置ですね、もう一個カメラの位置でちょっと画面がね見づらかったかなと思うんですけど、うちの使ってるカメラちょっとしょうがなかったんで、あとすいません、ちょっとチャッチカメラで頑張ってるんで、ちょっとご愛顧ご愛嬌していただけると嬉しいです。いやー、一瞬ね風穴あっちこっちねできたんですけどね、よかったっす。いや、ここはね意地通してよかったっすね。いつも裏目出るんですけどね、よかったよかった。財布とメンタルに風穴開けられたけど、ちゃんとサーッと埋まりました。よかったっす。ぜひホールに足を運んでみてください。ありがとうございました。おおおいおおおい、飛ばしてる。あ、グン来た。あ、ハート様ありがとうございます。お、赤の。オッケー。アミバじゃん。あ、いいですね、回転ボタン。TKZ。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。